Video Diary April the 23rd, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan Video 日誌2018年4月23日林博史です。世にも不思議な留学記第3回目自由の国オーストラリア。彼らはブルシッツという耳慣れない単語をよく使った。意味を聞くと、これは大変重要な単語だからミスター・ディミック、寮長に聞くことだ。彼はオーストラリアでも有著名な言語学者だと。そこで寮長の部屋に行き、失礼します、ブルシッツの意味は何ですかと聞くと、寮長はニコリともせず私にこう言った、出て行けと。廊下に出ると仲間たちが立っていて一斉に拍手。やられたと思ったが、途端私は彼らの仲間になっていることを知った。ブルシッツというのは牛のクソのこと、嘘という意味を込めた下品語であった。私がハウスへ住むようになって数日後のことだった。こうしたいたずらは仲間になるための洗礼のようなもの。やったりやられたり、まさに茶飯事。いちいち腹を立てていたら学生生活そのものが成り立たない。それを彼らはユーモアの一つと考えている。ただ日本人と違うのは、彼らはシラフでそれをすること、相手を引っ掛けるのに全く表情を変えない。民族性の違いというか、子供の時から鍛えられているというか、それが実にうまいが、それに慣れるのにそれほど時間はかからなかった。ある日、公園の芝生の上でみんなで遊んでいた時のこと、パトカーが急停止。何事かと思っていると、二人の警官が出てきて私たちを一列に並ばせた。芝生の上で遊ぶのは禁止、見つかれば罰金ということだった。で、順に名前を聞かれたが、私はわざと英語を話せないふりをした。ふりをしながら、ネームね、ネーム HIRO とジャパニーズ英語でゆっくりと話した。その度に二人の警官が、なんだって、なんだってと聞き返した。が、これだけは言っておく。日本で学んだ英語などオーストラリアでは絶対に通用しない。言わんや日本式の発音など、当時はそうだったが、いや今でもそうだ。オーストラリア英語で話しかけられたらイギリス人でも理解できない。いつかイギリスから来ていた留学生がそう言っていた。で、私だけ時間のかかったことと言ったらなかった。聞き取りが終わり、警官が去った時、これまた拍手。ヒロシ、よくやった、君の勇気は素晴らしいと。大学の講義とて例外ではない。退屈な授業でぼんやりとしていると、突然教授がこう言い出した。ところで君たちは、カトリックの神学校では小便をした後、何回までならあれを振っていいか知っているかと。突然の質問に戸惑っていると、3回までだ、4回はダメ、4回以上はマスターベーションになるからと学生がどっと言って笑うと、君はこうした教場修行どう思うかと畳みかけてきた。どこが違うのか、つまり日本人とオーストラリア人はどこが違うのか。一つには、オーストラリア人というのはいつもストレートで分かりやすい。感情をそのまま表現する。市内の映画館でも静かに映画を見ている観客などまずいない。抗議の口笛を吹いたり、わーわーと歓声を上げたり、単純といえば単純、素朴といえば素朴。そのため裏がない、
裏がない分だけ嫌味がない。例えば気に入らない相手だと平気でビールに小便を混ぜて飲ませたりする。日本では考えられないいたずらだが、飲ませた方はもちろん飲まされた方もこれまた平気で笑って済ましている。その明るさがオーストラリア人の最大の特徴ということになる。抜けるような開放感と言ってもよい。つまりその開放感こそが彼らが言う自由、つまりフリーダムの原点になっている。中日新聞連載コラムより、広志林浜祭りジャパン。